アシモーターのボブです。いつもアシチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日は自分の愛車を高く売るためのポイントについてご紹介していきたいと思います。私ボブは某買取店で店長もさせていただいたこともあるので、車を高く売る方法について実車を交えてご紹介していきたいなというふうに思います。で、実際車を高く売る方法についてなんですけど、まず車というのが査定っていうものを車屋さんでしてもらいます。で、その査定っていうものがそもそも何なのか、査定で一体何を見ているのかということについて紹介していきたいと思います。はい、私ボブが実際買取店に勤めていた頃に見させていただいてた台数が5年間で約5000台、そのうち3000台ほど買取をさせていただいてたんですけど、じゃあその時にこの車だったら高く買いたい、この車はそんなに値段を出したくないって思うポイントについて詳細を説明していきたいと思います。で、査定っていうのはそもそも何なのかっていう話になってくるんですけど、車によっては、年式、走行距離、グレード、色、この4つのポイントがまず基礎となってきます。その基礎をもとに僕ら買取店側は車の基準価格っていうものを算出して、そこから車の外装に傷があるだとか内装の装備は何がついてるかっていうもので値段を計算していきます。なので、そこの詳細についてどういったものがついてたらプラスで、どういったことがあるとマイナスなのか、今からそこについて一緒に見ていきたいと思います。はい、では僕たちが査定をする際にどういうところを見ているのかっていうのをご紹介していきたいと思います。で、まずはじめに外装なんですけど、外装に傷があるかで、部品、例えばドアを交換しているかどうか、あとはもう一つは最後に修復歴っていう、この3つのポイントになるんですけど、この修復歴っていうのが、俗に言う事故車っていう言い方をされる方も結構多いんですけど、事故車になってしまうと買取の金額は一気に安くなってしまいます。で、その事故車の定義っていうものに関しても大きいものから小さいものまであるんですけど、例えば前ぶつけてしまった、でタイヤが曲がってしまった、これも事故車ですし、例えば最近の車だとミニバン、ステップワゴンとかボクシーとか、ああいったミニバン系の車っていうのが結構後ろからポツンと当たられただけでも骨格にダメージがいってしまって、事故車になってしまうっていうケースもあります。なので、少しでも安く買いたいっていう方はリスクをもちろん承知の上で、軽微な事故車っていう言い方をあえてさせていただくんですけど、そういった車を買われる方も中にはいます。で、分かりやすい例で一つ挙げると、こういった内側のパネルですね、こういった部分に修理の跡、もしくはひび割れとか歪みがあると修復歴っていうものになります。前に一回当たっている車であれば、古い車なんですけど、ヘッドライトに黄ばみが出てくるんですけど、修理をしている場合、こっちのヘッドライト若干綺麗なのが多分わかると思うんですけど、これは交換してあるヘッドライトになります。で、ここを交換しているっていうことは、もちろんこういったボンネットだとか、こういったバンパー、さらにその奥までダメージがいっていることも考えられるので、事故車を見分けるポイントの一つとなります。はい、それでは次、査定のポイント、内装の方に行っていきたいと思います。で、内装なんですけど、まずどこを見るかというと、ハンドルにすれがあるか、でダッシュボードに傷があるか、あとは天張りとシートの汚れ、マットの汚れ、こういったところを順番に見ていくんですけど、汚れもそうなんですけど、一番大きなポイントの一つとしては、タバコの匂いとかペットの匂い、この辺が結構大きく関わってきますし、結構そこは重点的に見ていきます。で、タバコ吸っている吸ってないの判断基準になると、これも匂いの感じ方があるんで、ちょっと個人差はあると思うんですけど、タバコであれば、例えばシートに焦げ穴がついたり、ペットであれば室内にペットの毛がついているっていうところで判断していきます。
で次に機能の部分なんですけど、エンジンをかけた時に変な音がしていないか、まあ、エンジンチェックランプがついていないか、エアコンがしっかり出ているか、でライトがしっかりつくか、まあ、走行に支障がないか、問題がないかを確認して車を見ていきます。こういった部分をチェックして車の買取価格を決めています。それでは少しでも車を高く売るためのポイントについてご紹介していきたいと思います。では皆さん、綺麗な車と汚い車、どちらも同じ金額だったらどちらの車を買いたいと思いますか？そうですね、綺麗な車をやっぱ買いたいというふうに思いますよね。僕らも同様で、綺麗な車だと査定するときに、あ、この車大事にしてたんだなっていうふうに伝わってくるので、まあ、気持ち程度かもしれないですけど、査定アップのポイントの一つにもなります。で逆に汚い車だと減点になるんですけど、これは理由があって、次車を売るとき、商品化するときに、外をもちろんきれいにしなきゃいけないのも一つそうなんですけど、まあ、中に関してはルームクリーニングをしないといけない場合があります。このルームクリーニングっていうのも、まあ、実はただではなくて、ものによっては業者さんにお願いしてシートを洗ってもらったり、傷を薄くしてもらったり、汚れを目立たなくしてもらう費用がかかってしまいます。汚い状態だとそういった費用も査定の時に加算されてしまうので、買取価格が下がってしまう可能性があります。なので皆さん、査定に行く際には洗車と掃除を少しでもしましょう。で機能面で言うと、カーナビがついている、バックカメラがついている、あと最近の車だと、まあ、グレードによって最初からついているものもあるんですけど、オプションで自動ブレーキがついている、これが加点のポイントになっていきます。で車好きな方、まあ、特に注意していただきたいんですけど、カスタムされている方、純正部品は必ず取っておいてください。で車高が下がっている、車高調を入れてあるだとか、車外のアルミを組んであるっていう場合は、純正の足回りと純正のホイール、これもないと減点の対象になるので注意してください。あとは細かいところなんですけど、スペアキー、これも注文するとなると2万から3万ほど費用がかかるので減点のポイントになります。あとは新しいスタッドレスタイヤがある場合は、それも加点のポイントになりますので、査定の際にスタッドレスタイヤがある旨をお伝えください。で次は書類について、これも細かい部分にはなってくるんですけど、取扱説明書、整備記録簿、あとカーナビついてる場合はナビの取扱説明書、これがないと減点のポイントになってしまうので注意しましょう。でこれに関しては、特に新車で買われて査定をされる方、この記録簿っていうものをもとに、本当にこの車が新車で買われているかどうかっていうのを確認します。なので車検証ケース一式、中に入っているものは大切に保管してください。で保証書、これも、大切に保管してください。メーカー保証で最大5年その車に保証がついています。例えば新車で買われて3年経った場合に、残り2年の保証がついているので、その保証書があることによって、次車を売るときにその保証を継承することができます。なのでそういった書類関係も大切に保管してください。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、基本的なお話にはなるとは思うんですけども、皆さんの車が高く売れることを願っております。アスモーターでは買い取りも頑張っておりますので、査定をご希望される際は私ボブまでお問い合わせください。アシチャンネルでは皆様からのご質問をお待ちしております。今回の動画のような今更聞けないことだとか、車に関する動画をアップしています。で皆様からのご要望に合った動画も出していけたらなと思っておりますので、こういった動画を出してほしいっていう方は、こちらのコメント欄までコメントをください。お待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。